どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日はですね、非常に豪華なデュエルをね、皆さんにご覧いただきたいと思っております。対戦者、なんとシャイニング松坂の兄貴とミスター社長子さんでございます。ちなみにね、デュエルなんですが、リプレイがね、兄貴からシャイニングの兄貴から送られてきまして、でそれをまあ僕が実況解説っていう、まあ名のにぎやかしを後付けで声を入れただけなんで、兄貴と社長子さんの声は入ってないんで、それご了承いただければなと思います。でそもそもね、なんでこうなったのかっていうと、私が社長子さんとデュエルをした動画をすでに公開したかと思うんですが、概要欄に貼っときますわ、忘れなかったら。結果的にそのデュエルは1勝2敗で、私が敗北したわけですよね。でそれを兄貴に報告したんですよ。すいません兄貴、負けましたっつって報告したら、わかりました、また木は僕が取りますと兄貴が言い出しましてなんかデュエルをする流れになったと。まあ、いつやるかとか全く聞いてなかったんですが、僕が全く知らんところで芸能界最強決定戦が行われていたようで、でシャイニングの兄貴が僕にリプレイをドヤ顔で送りつけてきたので、今これ動画にしているという、まあ、そういう流れでございます。リュウさんお疲れ様ですと、飲み会行かなくて済みましたよとかいう、なんか意味わからない LINE がね飛んできまして、でなんかね、どうやらね、兄貴と社長子さんのデュエルなんですが、兄貴が負けたらなぜか僕が飲み会に行かなければいけないとかいう、なんか意味不明なルールになっていたようで、なんか何も知らないところで自分の魂をかけられてるっていう、まあ、まさに佳境院乗り上げ状態、俺は佳境院の魂をかけるぜ状態ですよね。だからつまりですね、何が言いたいかというと、松坂桃李は空城城太郎だったんですよ。簡単に言うとね、簡単に言うとでね、ちょっと見てくださいこれ。最初は負けたら松坂桃李がアッコファミリーと飲み会の刑っていう風に社長子さんが言ってたのに、なんか兄貴が負けたらリュウさんが飲み会の刑にしましょうって言い出したらしいんですよ。何してくれてんだあの人。もうかっ、まあちょっと結果言うのはやめよう、結果を言うのはまだやめよう。ということで早速ね、リプレイを見ていきましょう。ルールは3本勝負の日本選手でやった模様でございます。それではキング松坂 VS ミスター社長子、実質芸能界最強決定戦デュエル、スタンバイ。これ多分リプレイね、みんなすげえ忙しいと思うんだよね。これどっちがどっちのデッキかっていうと、多分これ兄貴が手前なんですよ。これ兄貴が手前の会話側で、で社長子さんが黒を使ってると思います多分。何デッキ使ってんのかも全然知らないんだけども、芝刈り、あれですね、多分芝刈りドラゴンですね。兄貴は芝刈りドラゴン、多分これ動画にしてると思います多分。でね、社長子さんはこれなんだろうな、黒方眼レベル上昇系のなんか知らないかなんかかな。はいはい。で落ちたの結構強そうじゃないこれ。ブルーアイズ太鼓、白キレイ竜助けると落ちていく。でブルーアイズ、あブルーアイズ落ちていくか、ダークフレアライトパルサー、それから、エクルプサイバーと、あ結構強そう、まあ、霊廟の守護者落ちてほしかったみたいな感じですかね。はい、続き見てみましょう。で、ブルーアイズちょっと召喚ムービーはぶっ飛ばします。でブルーアイズ出てきた。でまあまあそこそこいい。でこれお父さんでしょ、お父さんセットさせる、結構いいよ、いい感じ。で社長子選手は宮塚さでモノノフか、あーちょっと弱えな、少し弱めではある。あーなるほどね、はいはいはい、なるほど。これ墓地に落として、これは先に宮塚さんを墓地に落としておいて、フリーチェーンで、モノノフの除外効果使って宮塚さで表側のカードを破壊したいっていうことだと思うんですが、ここでスキルを発動しブルーアイズホワイトドラゴンをオルタナティブに変えていく。でこれによってチェーンをさせる、この破壊する効果にね、チェーン、させることしかできないから、その破壊する前に殺すっていうことはできません、オルタナティブを。でバチッコと破壊していこうとするが、モノロフの効果で一応宮塚さんを除外して、ブルーアイズホワイトドラゴンとなっているオルタナティブを破壊していくが、この霊廟の守護者が落ちていると最強だったんだが、霊廟の守護者は落ちていない。はい。で宮塚さんの効果で破壊されていく。で太鼓の白石の効果によってオルタナティブを回収、いいですね、兄貴強いですよなかなか。でライトロードハンター雷光の効果で セットカードを破壊して、でさらにライトロードハンター雷光の効果で、ボッチにデッキトップ3枚を送ると。で何が送られたかっていうと、太鼓ダークフレア芝刈り、はいはい。でてことだからモンスターゲート発動、
うまくねこれあの人デッキ開けたらうますぎか。で、ライトロードハンターライク、お父さんが両乱関係、すげえカード入ってんな。除外されているあのカードを特殊召喚するよっていうカードですね。で両乱関係で宮塚さんを壁にして、でパンデミックドラゴンで、宮塚さんを破壊していく。で太鼓の白石の効果でデッキからブルーアイズモンスターが出てくる。いいね、いいんじゃない。兄貴結構これいい感じで回ってるでしょ。で次のターンこれ多分太鼓の白石の効果でまたブルーアイズを回収できるんで、そうするとあれですよ、あのオルタナティブがまたあのチラ見せしてドヤーっつってピラッてブルーアイズ見せて出てこれるんで結構強いですね。さあシャチオコ選手これ大丈夫ですか。なんか進行しないと宮塚さん、おなるほど、宮塚さんの効果で、はいはい、で引いたと、中南引いた、であやかし神知らぬに出てくる。あやかし神知らぬにで宮塚さん除外して、まあどっちだろうな、まあどっちでもいいんだけど、破壊して、で、魔法トラップとモンスターを破壊していくと、まあそういう感じですね。なんか普通に、なんであの人たち普通にデュエルしてんだなんかおい、この人たち何して仕事をしろ、仕事しろ。で太鼓の白石の効果でブルーアイズを手札に回収していく。あで霊廟引いたね、霊廟引いたの強い、霊廟引いたの強い。でチラ見せしながらのオルタナティブをドヤ顔で出していく。でオルタナティブ効果で破壊していく。でリバース、エクリプスアイバーン、霊竜、まあ、こいつは今攻撃できないですよね。でバゴーンドガーンとおい何真面目にデュエルしてんだ、仕事しろ2人とも。あいや、これが仕事か。さあ2戦目、1本目はねシャイニング松坂勝利と、いうことで、さあどういうデッキ、海馬あこしあれか、兄貴は多分デッキ同じかな。でバンデットキース側がシャチオコ選手ですね。ちょリプレイ解説するのすげえむずいんだよな。で事故ってんねこれ兄貴これ事故ってない、これこれ大丈夫、これクソ事故じゃん。であっち側があれですよね、シャチオコさんなんですけど、シャチオコさんはどういうデッキか、長老、長老カンナだえこれ迷惑じゃない、霊獣じゃん、ガチすぎでしょこの人。この人使ってるデッキガチすぎるんだよな。この人なんか使ってるデッキなんか容赦なくない、これなんか俺さふざけてさ、この間もさなんかワームとか使ってたさ、この人さ普通なんか知らない2連打みたいなことしてきてさ、この人ガチすぎなんだよねデッキが。でダークレア、いやでも一応引いたんか今トップで、あの太鼓をさすが運命力強い、なんかクソ事故って負けんのかと思ったわ。でダークレアが出てきて、でダークレアでさらに太鼓の白石と、ライトパルサーを持ち送って、あれですね、エンドフェーズにブルーアイズ系のモンスターが2体出てくるっていう。で、除外して、これあんまり除外するの良くないかもしれないね、墓地のカードを霊獣って。結局除外ゾーンにあのカード貯めたいから、もしかしたら自分のカード除外した方が良かったかもしれない。これはさ今ね、あれです、あのシャイニングまさかにマジアドバイスを今してます僕はで、はいはい、でペトル、イルカと長老を特殊召喚していく。で太鼓の白石でまこういった白切れるでしょうね。で除外していくバックを、はいはい、でバック何これ何これ、あーただめぐるか、強いな、めぐる一応使えばよかったのに、一応今くしたっけ、違うよな。でブルーエンドフェーズ、さらにブルーアイズが出てきますよ。ちょっと召喚ムービーはぶっ飛ばします。あいいじゃん盤面的には。イルカで戻し切れないんじゃないこれ、こんだけでかいのいたら。でも2600か、あいつはアペライオは、融合アペライオは一体戻せばいいんだよ多分。これブルーアイズ戻し、あでもブルーアイズ戻したら変身させられるから、これ難しいな。これはね白き霊竜から戻さないと意味ないから、あんまり そっち戻しちゃうと変身されるんだよな、そっち戻しちゃうと変身される。ブルーアイズ3体発揃ったわこんなに手札いらないんだよな。でカンナホークの効果でイルカと長老ね、はいはい、イルカ長老でペッペッてやりながらサーチして、カンナホークサーチして、でイルカ効果で、まあ、適当ななんか除外して、で、白き霊竜戻そうとするけど白き霊竜の効果でブルーアイズ変身と。これ先にね、どっちかというと先にあれかもしれないね、まあ、あのブルーアイズの白き霊竜を戻した方が、でもどっちも同じか、あのブルーアイズいったからっていう風に。でリリースしてブルーアイズ出てくる、ちょっとうるせえ、召喚ムービー飛ばそう、はいはい、これ解説むずいぞ、解説むずいぞ。
で、2体の、霊獣と精霊獣を、除外して、さらにカンナホークで、カンナホーク、橋本カンナホーク効果、橋本カンナホーク効果によってサーチしながら、またこれ分離かな、あーペトロフィン、なるほど、さらに戻していく、うまいね、うまいですね社長選手、ゴリゴリ戻しますね。で、小判使ってアペライオ、なるほどね、なるほど。これやでも確かに次のターン何もできないか、兄貴これ突破されたら結構やばいか。こいつ破壊されてもさ特に何も効果ねえよな。こいつ破壊されても特に何も効果なかった気がするからですね。お、これはいったか、これは全力バウンスの、全力バウンス強いか。あ、あでもねダークフレア来たね、ダークフレア来たってことはワンチャンあるね。で、光と闇除外して、これあのカオスモンスターなんですよダークフレアって。で、手札とデッキからあのドラゴン族を墓地に送れるよっていう、で、そうするとあの墓地のカード除外できるよっていう効果なんですが、ダークフレア効果であのね、ペトルフィンとかね除外しない方がいいと思うんだよね。これ相手の墓地除外するとね相手のリソースが増えるんだよね、霊獣デッキって。で、戻して、で、ペトルで、ペトルとウィンダーで、太古の白石の効果で一応ブルーアイズまた出てくる、白き霊竜、まあ一応これでまた変身はできるよって感じか。結構これで除外コスト意外とないんじゃない、あのイルカの除外コスト ないと思うんだけど、あんまり。まあ橋本環奈方向 の分離効果使ってひたすらに無限にコストを回収していく。で、ペトル効果、環奈方向橋本環奈除外して相手のカードを1枚戻そうとするが、その効果にチェーンして白き霊竜の効果で自分をリリースしてブルーアイズ出していく。で、あとはこのブルーアイズをなんとかして突破すればいいんですよ。いけますよ社長さん、これは迷惑デッキで迷惑に勝てますよ、これいけます。これで、カンナホークで除外されている、あ、ペトルフィンを戻す、あ、そういうことか、はいはい、なるほどね。で、カンナホーク、橋本カンナホークと長老で、ウィンダー、いいね。ただこれペトルフィンさ、あ、そうか、もうペトルフィン一回特殊化したか、これ一旦に一度なんですよね、特殊化できるのって。バウンスできない説、これタイムアウト。シャチアコさん、タイムアウトマジで笑ったわ。これ This is タイムレスコンボ。さあ2戦目はね、見事シャチアコさんのタイムレスコンボが決まったという試合でございましたが、こんなに俺煽ってて、あの人殺されねえかな、俺大丈夫かな、また飲み会にの K とか言われて俺行かなきゃいけないみたいなことないかな、大丈夫かな。兄貴サイバー流ですね。兄貴サイバー流使えるんですか、知らんかった。兄貴サイバー流使ってんすか。一応ね、デュエルリンクスって今ねこいつぐらいなんですよ、ちゃんとデュエルリンクスしてるの。あのキャラクターで、その本来のキャラクターで、そのデッキを操ってるのってほんとこのくらいなんですよね、今環境デッキの中で。多分兄貴それが気に入ってんじゃないかなって、僕も気に入ってるんですけど。で、社長さんはドヤ顔墓所封印初手してターンエンドとセットセットですね、はいはい、なるほど。セットセットは結構強いですよ、サイバー流は。で、コズサイで見事にぶち抜いていく。で、サイバードラゴン特殊召喚し、これ終わったんじゃね、これデュエルエンドじゃね、これデュエルエンドだろ、これ終わったの、これ終わった、デュエルエンドだ。デュエルエンドだ、はい。サイバーロードフュージョンの効果、デッキに戻して、キメラティクランページドラゴンを特殊召喚し、キメラティクランページドラゴンの効果発動、デッキより光属性、光属モンスターを墓地に送り、このターン3回連続攻撃が可能、いけキメラティクランページドラゴン、エターナルエボリューション、あ、墓場の人だ、出た、耐久だ、耐久だ、これ、あー戻される、やばい、決まってなかった、あ、戻されていく、あ、いいね、やるね、シャチオコ選手。で、サイバーティックオーバーフローの効果、ただし墓地のサイバードラゴンを除外して、相手のピエトロカードを除外した数だけ選んで破壊していく、バチコリ破壊していく。で、コンセントレイト異端者、なるほどな、はい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 。で、兄貴はコア引いてるから勝ちですね。兄貴引き強いね、やっぱ兄貴引き強いわ。で、サイバードフュージョンで除外されているサイバードラゴンとフィールド上のサイバードラゴンコアをデッキに戻してランページ出して、で、ランページ効果、はい、2枚、墓地を食ってセットしたのはこれ何、アーティファクトロンギヌス、なるほど、いけ、
サイバードラゴン、ヒマテック、ランページドラゴンの攻撃、1連打、2連打。ちょっとさ、1個言いたいんだけど、2人ともさ、ガチすぎん？ちょっとほんとデュエルしてる暇があったら仕事して。